イカの缶瓶、まあ通称イカとっくいというものなんですが、これをちょっと使うにはちょっと準備がいろいろ必要でして、まあ不穏なものが見えてるかとは思いますが、ちょっと今日コンロが必要なんですね、どうしても、なんでまあちょっと火を使っていきたいと思います。しまった、待って、これ私さ、これ熱くなるんじゃない？あーだよね。どういう風に私はこれをこっちに移すつもりでいたんだろう。何にもないよ、その鍋つかみ的なもの。マジなんもねえけど。あ、バスタオルとか持ってくる？バスタオル、バスタオル、バスタオル、ちょっと待って、さっきさ、昼間っていうほど昼間でもねえけど夕方ぐらいか、シャワー浴びて、浴びたままのバスタオルが放置してあったから、ズボラ。そう、放置してあったので、部屋の入り口に放置してあったのが見えていたので、持ってきました。汚くないだろ。なんで汚ねえんだよ、風呂入った後のタオルなんだから別に綺麗だろうが。いや、いいの、いいんだよ、どうせ自分一人しか使わないんだから、てめえら。なんかさ、今更だけどバスタオル映るの恥ずかしくなってきた。今さ、クソ今更だけどなんかバスタオル映るの恥ずかしくなってきた。ちょっとなんか、いや、髪の毛と顔はいいけどバスタオルは恥ずかしい。一旦こいつをちょっと、撤去ね。よいしょ。よいしょ。ちょっと一旦ここに置いとく。ちょっと待って、バスタオルマジで恥ずかしい。見ないで、見ないで、ちょっとあんまり見ないで、バスタオル。めいちゃん意外と可愛いバスタオル使ってるんだねとか言ってるやついたらマジでぶち飛ばす、本当に。どうしよう、恥ずかしいからこっち側からやろう。あ、恥ずかしい。恥ずかしい、バスタオル映るの。なんか恥ずかしい。よいしょ。見ないでよ。めいちゃん意外と可愛いバスタオル。うるせえ。お母さんにもらったの。さあ皆様お待ちかねのイカとっくりでございます。これですね、イカのスルメイカでできたおチョコ、これがで、こっちが、あーマジでいい匂い、スルメイカでできたとっくりですね。これをたまこ先輩の顔の上にドゥン。やめ、怒られるか、やめなさい。ちょっとテンション高いな。ここにあのコンロ汚いとかって言ったやつ殺すから本当に。よいしょ。コンロ汚いって言わないで、こいつは歴戦の猛者なんだよ、もうこいつはな、実家にいる時からな、もう20年ぐらい使われてんだ。注ぎます。おいー、あ、いい感じ。裏目チャンネルの、20万人記念に、イカとっくりでお酒を飲む配信に遊びに来ていただいてありがとうございます。というわけで、20万人改めてありがとうございます。これからも精進してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。乾杯、いただきます。あー、うますぎる。これやばいな、これはやばいぞ、みんな、これはまずい、これは酔っ払う味をしている。いやー、早いね、20万人ってすごいよな。だってさ、1年前の私はまだ配信すらも開始してなかったんだよ。1年前の私何やってたっけな。本当にデビューの準備をしていたよね。何やるかとか、動画作ったりとかイラスト作ったりとかして、1年前にさ、消灯用の動画をいっぱい作ってて、私で、デビューしてからのストックのためにいっぱい作ってたので、計何本ぐらい作ったの、20本ぐらい作ってたのかな。で、まあ20本作ってやって、まあそれをちょこちょこ出しながら、まあ、新作も作っていって、で、なんかこういつでも困らないようにしようと思ってたの。いや、もうこの時期から全然作ってたね、のでやってたわけ。そうなんだけど、デビューした後にそのなんかいろいろなことを考えたり、そのなんか上げる動画のことね、いろいろ考えたりとか、あとシンプルに自分の作った動画を見直した時に思んないなと思って、その20本全部ボツにしたんだよね。20本全部面白くない、ボツっていうね。そう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 、ね、1本だけ出したんだけど面白くなくて、ボツにした。
一本って何？あの一番最初のやつ、全部イラストでね、ミックチュチューチュミックチュチューチュなんかをブレンダーで混ぜてゲロ吐いたやつもう結構頻繁に先生たちと連絡を取って、動画の編集のやり方を教えてもらったりとか、あと編集の作った動画を見てもらって、なんかどんなもんですかねみたいな、大丈夫ですかねこれでみたいな、クオリティ的にみたいな話をしたりとか、もうそうそうそう、いろいろやってた時期だな、この時期は。とかようやくあれだね、私のそのこの今のママが産んでくれたこの姿、そしてポンプ長先生が作ってくれた姿が、動くようになってきたぐらいの時期かな。そう、この時期はマジでね、狂ったようにイラスト描いてたな。初配信で使うイラストも必要だったし、あと自己紹介動画とか歌ってみたのイラストとかも自分で描いてたし、本当にね、今までイラストというものを別に得意としてやってきたわけじゃない人間が本当にどうしたっていうぐらいイラスト描いてたね。1年前はな、そんなことをやってたんだよな、4月はね。それがさ、イラストをさいっぱい描いてさ、いや大丈夫かな、なんかデビューしてなんかね、こいつクソおもんねとか言われないかな、大丈夫かなとか言いながらさやってね。いやー、1年後には20万か。すごいね。爪伸びてますね。うるさーい。でも使う機会がないからさ。いやでもね、昨日ね、ちょっと見てこれを、爪の伸び加減を。いや昨日ね、そのなんか、爪さすごい綺麗、形綺麗だと思わん？これね、その爪を伸びてるんだよねっていう話をしたら、もうめいちゃんさ、逆にさ、今しか爪伸ばせないから爪綺麗に伸ばせばって言われたの。今しか、なんだよ、なんか言いたいことがあるのかよ。言いたいことがあるんだったらはっきり言えよ。なんだよ、なんその、何なんか言いたいことがあるんですか。おい、はい、どうぞ壇上に登ってきてマイクをお渡しするので、どうぞ何か言いたいことがあるんだったらどうぞ言ってください。今しかなんですか。今しかないでしょう、爪伸ばせるのは。違う、これからもとかない。そういや、今年の冬にはちょっと彼女ができている計算なので、いや残念ながらな、本当に彼女がいなくて、こうなんか面白い春雨恨みは今しか見れないんだ。姉さん、その計算機壊れてない？壊れてない。壊れてないです。今年の初めにおみくじ引いた時にもそう言われました。